紀元前の地層から発掘された物体は未だ構成素材からその用途目的まで全く解明できない。さらに興味深い難問がもう一つある。科検3部調査班の報告によると例の物体と一緒にロボノイドが発掘されたらしい。クリエイトタイプ ID00140。 バカな、紀元前だぞ。しかもここにいるクリエイターと同じ型番。なんかの間違いでは。確かに私もそう思った。だが製造元である我々が発掘したのだ。間違いようがない。理解不能です。やる気あんのか。とっとと調べさせろよ。双子の兄弟なのかな。<笑>いいね、それ面白いよ。<笑>現在記憶データ解析中だ。 分かり次第追って連絡する。それから今日は君たちのテスト最終日だったな。上層部も新型機には期待しておる。頑張ってくれたまえ。親父、気合があればテストなんざ必要ねえよ。天外、外の成績はどうなのかね。<笑>最低であります。 サムは人手が足りないんだから、クローンを導入すべきですよ。クローンか。技術的にはロボノイドに任せれば簡単に作れるから問題はないが。上層部ですね。まったく何考えてんだが。ところでこいつどうですか。石は全くわからん。ロボノイドの記憶はあと少し。出た。 どんな感じですか。こんなことが。コンピューター、最後の方を見せてくれ。この石のような物体ってまさかこいつですか。緊急回転。 ロボノイドの記憶データ。なんということだ。司令部より異常警報レベル A が発令されています。レベル A って最高ランクでしょ。やばいんでしょ。基地の状況を報告しろ。正体不明の飛行物体に包囲されています。よし。基地
1200まで接近。パイロット確認は別名あるまで戦闘配信して待機。了解。西暦2520年7月14日、この日世界は消滅した。我々4人と一体のロボノイドを残して。
Thank you.